天板や溶接機、クレーンなどの各種工作機械を装備し、感染の補修、整備などを行う感染のこと。事実上、移動交渉となっている感染である。軍艦が複雑な工業品となっていくに従い、その整備、補修にも各種の工作機械が必要となってきた。そのため、整備、補修を行うにあたっては、整備された造船所、 海軍交渉への入居が必要となってきた。しかし、それらの拠点から遠距離に展開している外洋海軍においては、展開地域近傍に増収施設を持たない場合があり、整備頻度の減少や整備された施設への起還時間のロスが問題になる。特に、戦時においては、起還時間のロスは、作戦展開上大きな意味を持ち、より前線、展開地域に近い地域における、 補修、整備が望まれることとなる。必要とされる地域に移動し、艦船を整備、補修を行う艦として、工作艦が考案された。工作艦は、隠し工作機関や必要な物資を搭載し、展開地域に移動する。展開地域に到着後は、港湾や、白地内において停泊し、整備、補修を必要とする艦船を横付けする。そして、搭載機材を用いて、 整備、補修を行うこととなる。工作管に重視されるものは、その整備、補修能力であり、速力や武装は重視されない。そのために、特設艦船が工作管に割り当てられることもある。ありがとうございます。